はい、皆さんこんにちは、テヨクです。今日からですね、沖縄の方に、2泊3日で遠征試合に行ってまいります。思ったよりね、なんか荷物が多くなっちゃったんですが、まあほぼね、これ沖縄大会の方でね、出す、自分でやってるプロデュースブランドの商品がほぼ入ってるんですけど、まあ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 頑張って沖縄の皆さんね、グレートを楽しんでいただけるように、一生懸命試合していきます。それでは行ってきまーす。ちょいちょい映像残していきまーす。コス、じゃあ沖縄到着しました。見てください、この沖縄が。ちょっとね、もう夜に約束があるんで、このままちょっと着替えて、エニタイムのジムの方に今から行ってこようと思います。それではまた。さあ、ホテルにチェックインしました。はい、空港からね、そのまま直でジムに行って、さっきトレーニング終わって、帰り道にね、ホテルの近くになんかうまそうなステーキがあったんで入ったんですけど、めっちゃうまかったっすね。結構僕A1 ソース好きなんですよね。あと付け合わせの白いスープ、ちょっと名前わかんないですけど、あれめっちゃ好きです。で、明日が、から、試合2連戦あるんで、今日はゆっくり休もうかなってね、今からちょっとお風呂でも入って休もうかなって感じですね。で、さっきコンビニで小腹空いた時用のプロテインドリンク、今マイプロって今コンビニで売ってるんだね。うん、さっき買って、あとはまあね、観光じゃなく試合できてるんで、ゆっくりしようかなって感じですね、今日は。はい、ということで1日目お疲れ様でした。2日目も張り切っていきましょう。おはようございます。沖縄遠征2日目の朝です。本日がね、沖縄大会初戦ということで、なんかどうもね、屋外なのかな、多分イベント試合なんでね、屋外かちょっとどうか、多分イメージとしては屋外と思うんですけど、まあ後で動画も撮っておきますが、すごい久々のイベント試合なんで楽しみです。ちょっと集合時間まだ早いんですけど、まあ、早めにちょっと出て、髪の毛もね、まだいつもおふってるんで、今試合モードじゃないんで、髪の毛今からセットして、ちょっとプラプラして、あの有酸素がてら散歩してから会場に向かおうと思います。また後ほど。
はい、宿に戻ってまいりました。現在朝の4時ということでね、今日はですね、試合後、バスで、移動して、那覇市内に帰ってきて、まあ、そこから沖縄の友人2人と、会ってたんですけど、なんか思いのほか話が盛り上がってしまって、まあ、こんな時間になってしまいましたが、まあ、明日も朝あと3時間ちょっとしたら起きないといけないんで、まあ洗濯だけパッと回して、まあちょっと寝てって感じですね。まあまあ授業中はまあ結構こんなリズムが多いんで、もう、まあ、慣れてはいるんですけど、まあ最終日、明日も張り切っていこうと思います。それでは洗濯回してシャワー浴びて寝ます。おやすみなさい。2日目、お疲れ様でした。おはようございます、沖縄遠征最終日ということで、今日はねちょっと会場までちょっと遠いんでタクシーで移動しています。では最終日頑張っていきます。はい、自宅に帰ってまいりました。さあ沖縄遠征、いやいい時間でしたね。はい、4月12日後楽園大会のねタイトル戦に向けて、いい時間になったと思いますので、はい、まあ本当に集中していくべき日は4月12日後楽園ホール、まずはそこですね。集中して当日を迎えたいと思います。この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。